ベラソーンの難病を抱えた17歳の主人公、ケイティを演じることが発表された。イマジンアワードソーンは、キッズモデルでもあった。デビューしたのは、生まれてからわずか6週間目であり、最初の舞台は、育児雑誌だった。彼女は、数多くのブランドの広告等に起用されており、バービー、ラルフローレン、ゲス、KFC コーポレーション、トミーヒルフィガー、ターゲット、 DLP など60本以上に上るコマーシャルに出演した。2013年、キャンディエスの広告等になる。2014年、ニュートロジーナの広告等になる。2011年6月21日、シングル曲、私を見てで歌手デビューした。ビルボードホット100チャートで最高86位、ホットデジタルソングチャートで最高64位、 ヒートシーカーズソングチャートで最高10位となる。その後、50万枚を売り上げ、2013年6月17日付でアメリカレコード協会よりゴールド認定を受けている。2012年3月6日、シングル曲はイ的ッ,ックスが発売され、ビルボードホット100チャートで最高97位、カナディアンホット百チャートで最高十一位、ヒートシーカーズソングチャートで 最高15位となる。2013年3月ハリウッドレコードと契約を、締結2014年5月、コールイットホワットエバーのミュージックビデオではウェイトレスに扮したソーンが、異中の男子や、女友達とダンスを披露している。その後、5曲入りの EP ジャージーが発売された。10月、シャルビーダンスオンアイスのイベントでパフォーマンスすることが発表。 2015年シングル曲 Call It ホワッ What Ever は、ビルボードダンスクラブソングチャートで、最高10位となる。2014年11月、デビュー小説、オータムホールズを発売。ベラという名はニックネームで、本名は、アナベラソーンという。幼少時、キューバ系の父の影響でスペイン語しか話すことが、できなかったのに加え必要未消であったが後に、克服している。2014年、 米国のバラエティが影響力のある10代の俳優及び女優10人を発表し4位に選ばれている。2015年、米国 MSN 発表、30歳以下のハリウッドスター30人の中の1人に選ばれた。共同主演した前例屋とはプライベートでも仲が良く、私たちはお互いが大好きなの、と語っている。2011年11月から交際している。 同い年の恋人と付き合うようになって、キスは1ヶ月半待ったとコメントしている。2014年8月に破局したことが報じられ、約3年の交際に終止符を打ちファンから、交際しているかどうかという質問に、いいえ、付き合っていないわと返信していた。その後、10月ホームカミングの誘いがあったことを明らかにして復縁する。12月に、 一般人の恋人との交際3周年を祝っている。2015年6月頃から俳優グレッグ・サルキンと交際している。パンセクシュアルを公言している。よく間違えられ、誤って公表されたこともあったが、バイセクシャルではない。ベラソーンと前例や、2011年7月6日、ムービーガイドアワード柄。ありがとうございます。